こんにちは、チーフのミラです。5月14日本日のフロンティア TV を始めます。今日はマギーさん写真集も絶好調ですね。また Facebook の設立者マーク・ザッカーバーグさんなどの誕生日ですね。今日は誕生日という方おめでとうございます。さて、本日新着物件とございませんか。ホームページのですね、物件詳細のところの表示項目を少し変更しましたので、そこを紹介させていただきます。はい、今回変更になったのはですね、賃貸物件の物件詳細、まあどこでもいいですけれども、一つ見てみますね。はい、物件の詳細のページが今こちらには、動画が出てくるんですけれども、その横にですね、調査報告といって、メリットとデメリット書いてありますけれども、これをですね、下の方にも追加した案ですね。はい、この地図の上に調査報告ということで、こちらにも追加しました。で、またちょっと追加したいところもあるんでですね、それは追加してからまた、紹介させていただきます。まあ、いいことは書いてあってもね、悪いことは書いてないサイトも多いと思いますけど、うちは絶対いいこと書いたら悪いことも載せるようにしてますので、そちらを参考にしていただければと思います。はい、では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。